ZIP プラス3お願いします。お願いします。はい、いつも面白い。ありがとうございます。さあ、大町さんとみのりさんと進めていきたいと思います。お願いします。さあ、早速今日は地味な自分から脱出するにはまず何をした方がいいと思いますかと、まあ、新学期とか新しいこう年度っていうのが始まりますからね、うん、もう、うん、もうだって3月終わっちゃうんだ。早くない？早い、確かに。もうだって23、4、もう来週1週間で終わってしまいます。早い。だから早くこれ教えてあげないと。早く、やっぱスタートが大事じゃないですか。そうですね。あれどうですか、大松さん、例えば大学時代、大学生にデビューする時とか。あ、大学生の時はどう、だって野球少年じゃんね。野球やってて、まあ、その、さすがに坊主から脱却して少し髪の毛伸ばし始めた時期だったんですけど、はい、高校3年あ、でもそうか、浪人してるか。高校3年間は丸坊主、うん、まあ、中学3年生からずっと坊主で、うん、で浪人期間はちょっと髪伸ばしましたけど、学生生活で髪の毛が生えてるのが初めてだったんですよ、うん、これ どうしたかな。だから大学デビューしようとしたから、しかも上京して東京、わ、東京、渋谷で迷ってた自分もいたのに、うん、東京出て、え、何したっけ、あ、でも僕地味だったんで、僕の失敗談でもいいですか、うん、脱却したかどうかは分かんないんで、人の失敗から、ね、学べることたくさんあるから。そうなんですよ。で、僕大学は体育会だったんで学ランで出席だったんですよ、学校。あ、絶対、はいはい、絶対で学ラン以外の時は私服着るんですけど、うん、そこがみんな力の見せ所で、うん、普段とは違 そうテスト期間だけ私服着ている。え、あ、そうなんですか。でも難しいね、そのたまにある私服って。でこれを僕は家近かったんで、うん、全部ジャージで行っちゃってたっていう。あ、それやっぱり他の周りの人から、うん、あんまり良くないよって言われたってこと、うん、いや、え、他の、もうちょっとちゃんとしたら、もうちょっとちゃんとしたらっていう。え、結構みんな周りはおしゃれしてきた。めっちゃちゃんとしてた。やっぱり大学ってジャージとかで行かない方がいいのかな。 いいと思いますね。部活の人はでもかっこいいよね、うん、ジャージで、ね、いいな、なんかジャージ着て、女の子も男の子もリュック背負って、あ、部活のやってる子なんだって、かっこいいなって思ってました、ね、でも部活帰りとかだったらいいじゃないですか、うん、もう それしか用事がない学校に時にもなんかスウェットパーカーみたいな、あ、じゃあちょっとだらしない感じに見えるってこと。いや、そうですか、どうしてそれ着てたの。もう楽だからを優先してしまった。家近いし自転車、え、髪の毛とかは、あれ、ワックスだってつけててお兄ちゃんに怒られてた時あったじゃん、昔。そうなんですか。小学生、あ、違う、中学生の時だ、はい、中3の時に前回そういう話した。ワックスつけて学校行ってたら、はい、あの、お前男子校なのに誰に向けて髪の毛つけてるのって言われた。格好つけていきたいっていう気持ちはあるわけじゃない。あったんですよ。でも大学はつけなかったですね、今考えると。なんでですか。どうして。なんでだ。大学は共学ですよね。共学です、もちろん。なんでですか。つけてないね、そう言われてみれば。部活に集中したのかな。なんでつけなかったんだろう。一生懸命もうおしゃれなんか気にしない、うん、でもそれはそれでかっこいいけどね、うん、ちょっとなん、あ、どうなんだろう、僕の、え、自分と、うん、だらしなく見えたのかな。だから皆さん多分あの4月から学校行くときはあのジャージでもいいんですけど、ちょっと考えてかっこよく見えるジャージにするとか、あと髪の毛はなるべくセットした方がいいかもしれない。あ、今となってはどうですか。それで言うと私の大学は、はい、男女ともにあの部活やってる子も絶対私服で登下校してた、うん、絶対私服なんですか。あ、いや、決まりじゃないけど、はいはい、あのみんな着替えてたよ、ちゃんと。だからおしゃれしてた。えらい、荷物あってもじゃあおしゃれはちゃんとしてたんです、うん、ちゃんと私服とあの運動着を分けてきてたよ。すごい。それはでもそれはなんでなんだろう、うん、その駅からちょっと学校まで距離がやっぱりあるか、その間なのかな、その間なんか恥ずかしくないようにってことなのかな。いや、でもすごいちゃんとしてた。大学によるのかもね。どう、出身の早稲田。私は大学でというよりは中学時代なんですけど、地味な自分から脱却というとちょっと外れるかもしれないけど、あの結構校則が厳しい学校で、制服はもちろんあって、スクールバッグも、チャーム、ストラップも一つしかつけちゃいけない、靴下の長さ もうここまで。超好き。で、そんな細かく。そうなんです。靴下は長さは？長さはちょうどこの辺りまで。あ、はい、じゃダメなの？あ、ダメです。で、こう短くしてもいけない。な
程よい高さにしないと。そうなんです。で、髪型も肩についたら絶対縛らないといけないし、前髪が目にかかったら止めないといけないし、結構厳しくて、じゃあこの個性が制限される中、そうなんです、自分を出せなくて、どこだったら許されるんだろうって思ったのが文房具だったんですよ。だから詳しいのね。多分そこから文房具愛が始まって、林田さんはですね、文房具が大好きで、暇さえあれば文房具屋さんに、吸い込まれるようにして行ってます。文房具オタクなんですよ。大好きなんですけど、文房具であったらそういえば何も言われないじゃんか。可愛い色持ってても、そうなんですよ、どんなカラフルなもの持ってても、どんな数持ってても、どんな筆箱を持ってても何も言われなかったんですね。ここで自分を出せると思って、可愛いカラフルなものとか持ってると、何それとか結構会話が広がって、絵貸してよ、それどこで買ったのとか、結構人気者じゃないですけど、結構みんなとこう話す機会が増えたりして、正解。あ、本当ですか。もうこれ林田さんの答えが完全に正解です。模範解答じゃないですか。これなんかもう私たちは見た目のことばっか言ってたじゃないですか。もうだから小さい人間でした。本当に浅はかな。そんなことないです。林田さんのが本質です。そうだ。いやでも私別の角度、多分ここがきっかけで、友達も増えたし、文房具愛も強くなったし、原点ここだったなと思って、ある意味なんかあの頃は校則厳しくて嫌だなって思ってたんですけど、自分をこう見せる個性をこう引き出してくれたじゃないですけど、なんか真面目な話になりました。ということで、はい、もう林田さんの今のエピソードが大正解なんですが、正解です。ありがとうございます。やっぱり自分をどうやって出すかを考えた方がいいってことですね。考え方を変えると、なんかこう縛られててもここなら自分を出せるとか、自分が楽しめるものを一つでも見つけると絶対楽しい新生活が待ってます。今でも思いました。大学入学の時に友達で休暇不安だったから、可愛い飴持ってった。可愛い飴。話すの苦手だから、話しかけるのが苦手だったんです、初対面で。だから可愛い飴を持ってて、なんか隣に座った子とかに食べます。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。大阪のおばはんみたいなことやってる。飴ちゃんいる。でも飴可愛いから、はい、可愛い、どこで買ったのとか聞かれる。女子が絶対好きな飴持ってたの。へえ。分かんないけど、めちゃめちゃ面白いですね。そういうのいいよね。平松さんは。いやでもおっしゃる通りだと思います。なんか不安だったら最初アイテムに頼ってもいいと思うんです。林田さんだったら文房具だし、畑下さんだったら雨だし、私だったらもうこれに頼りましたんで。あれどなたですか。誰ですか。どなたですかね。あ、山本さん。そしたら、はい、最終的にエクセルでセルとセルを結合するみたいなのあるじゃないですか、はい、そのセルとセルが結合されて一つの個性になるんですよ。あ、すごい。あ、それセルだったの。そう、だから元は一セル、元は一セル、一セルだったのが、セルとセルを結合、結合して、そしたらこれが一つの個性になる。中央にやってればいいと思います。それどこの段階で気づいたんですか。入社3年目です。あらあら。じゃあなんかスタートだけじゃないってことだよね。途中で気づくの。途中でもいいと思う、うん、どんどん自分は進化させられるということで、皆さんいつでも大丈夫、気づいた今日から、焦らなくて大丈夫、何か変えていきましょう。じゃあ今日はハーっていうゲーム、大町さんにやっていただきます。まあ、自信ありそうにね。ありそう、みのりに言ってましたよね。一緒に言ってた。めっちゃ楽しみ。畑下さんも一緒に言ってましたよね。本当に上手だと思った。ありがとうございます。これ自分へのハードル今下げてるの気づいた方がいいよこれ。ということでお題を聞いてもらいたいと思います。はい、どうぞ。じゃあこれ、はい、あ、はい、いいですか、見て。はい、どうぞ。お母さん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 、大松さんのお母さん。はい、切ってくださいね。じゃあこれ、はい、ああ、なるほどね。やらないでくださいね。はい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 、はい、これでもなんか2つぐらいやった方がいいんじゃない。あれ今、そう、確かに今1個、今それ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 。もう1つこれ。はいはいはい、なんか笑ってますね。なんだろう。ああ、ちょっとやだな。これちゃんと、僕はいつも母親のことを、はい、母さんって呼んでるんですよ。あ、じゃあ母さんで。同じでいいですか。はい、ね、大町のことだからもうしっかり伝えてくれるわけ。もちろん。そうだ、みんなが分かる母さんがね。もちろん、みんなが分かる母さんでいきますよ、ちゃんと。まず一つ目、一つ目、はい、お願いします。母さん、今1個目やりました。はい、はい、じゃあ2つ目 OK です。
二つ目、母さん。これ嫌がってたやつですね。分かった。もう簡単。はい、決まりました。まず一つ目。せーの、あ、分かりました。分かれた。何と何ですか。ふるさとの母を思ってのお母さん。はいはいはい。私は電話に出て第一声のお母さん。二人のうちどちらかが正解です。あります。ちょっと今の電話でみのりちゃんを。これあったらめっちゃ。これあったらそうだったわ。あれですね。二つ目。二個目。はい。せーの、F。一緒。一緒です。待って。これじゃなかったら怒る。これは正解。どっちだろう。一つ目の正解をまずお願いします。一つ目は。電話に出てる時のお母さん。だからもうミノは全問正解。やっぱり二つ目はやっぱ甘えですよ。電話か。そう、電話の時の本当マジになってんでしょ。お母さん。ああ。お母さん。あ、母さんか。ああでもそうかも。言いますか普段。うん。普段。上手。ほら。ほら。さすが先輩。甘えては簡単だったのかな。でも恥ずかしさが勝っちゃうからさ。先になんか恥ずかしいって言ったから。うん、よし、畑下さんがね、やっぱり最後締めどういったものを見せてくれるのかっていうところですね。うん、今ちょっとやってみてください。いいよ。じゃあ、それか。いきます。ひこひこ。ああ、それじゃあいきます。これ。いいやつきた。おやすみ。はい、じゃじゃん。二つ目。あ、難しそう。あら。なんだろう。難しい。何ですか。いいですか。ちょっと待ってくださいね。一人ガチな。はい。はい。いきます。おやすみ。はい。元気ですね。続いて。あ、分かった。続いて。はい。二つ目。続いて。いきます。おやすみ。難しい。あ、これね、私の演技力がないです。え、なんだろう。あ、でも僕分かった。僕は、はい、私下手くそな。僕分かった。下手っぴ。正解はですね、皆さん1個目。うん、どうぞ。当たりました。いや、僕もそれだと思ってました。おお、やった。上手。上手っていうか、まあ、ただなんかお休みじゃん。もうそれしか考えられなかった。みんな喜ぶ畑下さんの休み。ね、そうね。二つ目。二つ目はですね。私分かんなかったです。これ。あ、本当だ。分かった。すごい。でもこれは畑下さん分かってる。畑下さん分かってるかもしれない。難しかったですか。お休みって子供に。なんかママの母性が出てました。あ、ママになったらこうやってお休みって私は言うんだなって自分で思ったんだ。子供が羨ましい。さすが畑下さん。おやすみ。サムネは大げさだけど、チャンネル登録よろしくね。明日のジップも見てね。